はい、もう研究です。今日ですね、キャプテン翼縛りプレイ続きやっていきましょう。松山率いる全日本、前回ベルギー戦の動画出して、で動画外でねやっときますって話して、イタリアやっぱりね、あの点取れないっす。体勢崩してイーグルショット2回かな打ったんすよ。でもやっぱ決まんないっす。でまあ負けて、でポルトガルは点は取れるけどっていうまた感じっすね守れないっすよ。で、アルゼンチン戦はね、なんと勝てました。ファンディアスが一回も打ってこなかったんですよ。で、まあ、なんとか、まあ、勝って。ただね、まあ、これ、ポストに助けられるみたいなシーンも多かったんですよ、ここ。またね、そのパターン。森崎のパンチングがね、なかなか炸裂しないですね止めてくれたラッキーみたいなね。自頭とかの能力も上がってきてるので、まあその辺がね、なんかカバーしてるって感じですね。で、ここもまあギリギリ予選落ちで、お、イングランド来た。初やね。翼、松山、日向、若島津、三崎、三杉、伊沢、石崎、相田、正雄、和夫、自頭、いいね。佐野、反町、新田。自頭のレベル上がってくれたらね、アルゼンチン、イタリア、イングランド、ベルギーか。そうやね、今回まあイングランド戦やるんですが、イングランドまあきっちり勝って、まあベルギー前回引き分けで、まあそっからね、レベル上がってるので、まあ勝てるんじゃないかなと。で、イタリアはね、まだシュート通じないです。体勢崩しても厳しいと思います。で、アルゼンチンはなんとか勝ちたい。うん、いけるいける。3勝1敗で、なんとか突破目指そう。これね、若島津ならね、もう楽々いけるんすけどね。もう森崎のところまで行ったらほんと運ゲーっすからね。弾いてくれたら嬉しいっていうね、松山じゃない。たけし。佐野、あとは木杉で松山、はい、反町、まあ左サイドはほとんど使わないっす。いきましょう。いやー頼むぞ。点は取れる、黄金パターンで。まずは石崎に渡して、やっぱねこれが最強です。で、右サイド走る。はい。で、木杉に出す。だこれで簡単に運べるんすよ。で、松山がレベル上がって、だいぶ強くなってるので、はい、これで決めるだけ。どう？いけますね。だ4点、まあ5点ぐらいは取れるはず。問題は守り。中央突破で来てくれれば自動がつく。よし、いいね。ジトさすが。ここどうするか。もう少し行ってみるか。もう来るよね。うまくかわしたか。来すぎ。さあ上がれ、チャンス。一回確認しよう。だいぶ来てますね。松山、いや、もうちょっと上がりたい。そしたら来るよね。あー、ダメですね。さあ、止めよう。誰もつかんか。じっと来た。
ジト一人で頑張っとるやん。さあパス。いやーまずいなこれ。まずい。森崎。安心したやろ。森崎は変わってなくて。いや今の止めないと。いやちょっと今遅れたか。大丈夫やね。とりあえずここで1点取って、で次守りたいね、きっちり。はい、ここはまあ一旦落としていきます。大丈夫やろ。うわポストか。これが最悪なんすよね。松山に通したいけど厳しいな。行き過ぎ。ここちょっと一旦落として、いやここ点取っときたいですね。打とう。松山があと1回使えます。後半になれば1回、もう1回使えるかな。まああと2点は取れるかもっすね。ここしっかり止めよう。ここ止めてとりあえず前半は 2-1 で。いやそれは舐めすぎやろ。うわマジか。森崎マジ。今の決まるか。とりあえずここで1点取るやろ。でまだ時間あるね。ちょっと怖いね。来すぎに出して、いやまだ時間ありますからね。ここで松山に出すんですが、ちょっと時間稼ごうか。行くかも。詰めてきてますからね。厳しい。でもガッツナイス。打つしかない。よし。とりあえずここ守ろう。で、後半1点取って。ナイス。それ大事。うわー、敵か。どこだ。いける。さすがにこれ大丈夫。あぶねえ。石崎ナイス。中央突破でくれば地頭がつく。任せるたい。さすが地頭いいね。滝マジか。やるやん。さあ地頭ついた。あーかわされた。まずい。石崎ここは避けてきた。トキコここまで戻ってきたか。さあ前は空いてる。得意の右サイド行くか。あー詰めてきてますね。ただちょっと時間稼ぎたい。
敵の2番、滝頼む。滝のドリブル、久しぶりに来たね。あー、これ無理か。松山、ここは弾かれてこぼれ球、自ら通る。これが滝。しかも時間も稼いでくれてますからね。中央に入ってくる。うまいセンタリング。行こう。よし、時間稼げましたね。さあ、あとは守れば勝ち。じとつくよ。一本集中。4人、いいね。タックル、タックル、いや、タックル、マーク、パスカット、パスカットにしよう。マジかよ。強すぎやろ。ナイス、やっと見れた。いいところで弾いたね。ちょっと時間稼ぎたい、なるべく。これはまずいか。パスもきついよね。OK、弾くのなら大丈夫。まだいい。タックルパスカットで。高すぎね。つけ。うわー、つかんか。伊沢がついたが、厳しいよね。森崎。まあね。オッケーオッケー。石崎。いい勝負でしたね。まだ勝負は終わってない。まあ、これでちょっと時間稼いで、はい、いい感じですね。なんとかやね。イタリア来ました。来すぎ滝、高すぎ森崎で、たけし。これで動きやすくなったじゃん。ね、今の森崎が、はい、パンチ37、キャッチ31、37、31ね。若島強いな。で、三角飛び持ってますからね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。